バルター・オイケン・バルター・オイケンは、ドイツの経済学者で、社会的市場経済の先駆者であり、ドイツ型新自由主義とされている、オルド自由主義のフライブルク学派を創設した。イエーナにあるオイケン帝、バルター・オイケンは、イエーナで、幼少時代を過ごした。父親は、哲学者で、ノーベル文学賞受賞者のルドルフ・オイケンであり、母親は、画家のイレーネ・オイケンであった。兄弟には、 物理科学者のアーノルト・オイケンがいる。オイケンの学生時代は、クリスティアン・アルブレヒト大学・キール、ライン,ルルン・フリードリヒ・ビルヘルム大学・ボン、フリードリヒ・シュラー大学・エーナで過ごし、歴史学、国家学、国民経済論、法学を学んだ。1910年からは、ザクソニア学誘拐・キールのメンバーとなった。ヘルマン・シューマッハーの下で、学位論文を執筆して卒業。 第一次世界大戦以降はフリードリ・ヒビルヘルム大学でシューマッハーの助手を務めた。この時期にはシュモラー年報の編集者としても活動している。1920年、スモレンスク生まれのユダヤ人サッカーエリトエアデジークと結婚。1921年、オイケンは大学教授資格をベルリンで取得。 1925年までは私講師で、1925年には、エヴァーハルとカール大学中ビンゲンの将兵で教壇に立った。1927年、アルベルトルートビヒ大学フライブルクで教授を務め、彼が死ぬまで、そこで活動した。経済政策の基本を完成させるよりも少し前に、亡くなり、 ちょうど、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスで、This Unsuccessful Age というタイトルの講演を行った後であった。1930年代初頭、バルター・オイケンは、法学者のフランツ・ベームと、ハンス・グロースマン・イコール・デルツと共に、オルド自由主義のフライブルク学派を築き上げた。1933年からフライブルクで、学長マルティン・ハイデッカーが、 ナチズム的な大学体制を導入し、学問業界におけるユダヤ人迫害が始まった時、オイケンは公に立場を明らかにした。歴史家のベルント・マルティンによると、オイケンはマルティン・ハイデッカーの本当の敵対者であった。1936年すでにフライブルクのナチスの学生は、オイケンと彼の友人を殺害しようとしていた。さらに、オイケンの妻と家族は、 ユダヤ系であるとして脅迫されていた。それにもかかわらず、オイケンは当時、学問の戦いというタイトルで、思考の自由を支持する講演を行っていた。ゲシタポは、何度もオイケンに尋問したが、しかし、彼を逮捕することはなかった。フライブルクサークルの友人3人、経済学者のアドルフ・ランペとコンスタンティン・ホンディーゼ、歴史家のゲルハルトリッターは、戦争が終わるまで交流された。 オイケンはフランスとアメリカ軍政のアドバイザーに所属していた。ルートビヒエアハルトとアルフレート・ミューラーアル・マックが戦後間もない頃の計画経済的な行政運営を変更した改革の根底には後にオレド自由主義と呼ばれるようになった経済政策の基本思想があった。オイケンは経済を研究しただけではなく哲学と歴史にも強い関心を持ち、 様々な領域の学者や芸術家たちと意見交換を行った。彼と交流があったのは、フリードリヒ・ハイエク、ヨーゼフ・シュンペーター、ベルナー・ハイゼンベルク、アウグスト・マッケ、エルン・ストルート・ビヒ・キルヒナー、マックス・レーガー、ヘルマン・シュタウディンガーなどであった。1947年、オイケンがモンペルラン・ソサイエティの創設に関与したとき、カール・ポッパーなどとも交流を持つようになった。 彼にとって特に重要だったのは、エトムントフッサールとの交友関係であり、お意見に理論上の強い影響を与えた。経済におけるイデオロギーだけを研究するのではなく、もっと一般的に権力のイデオロギーにも注目するようになった。平和を生み出す非合理主義の伝統があるとして、彼はそこに哲学者のフリードリヒニーチェ、マルティン・ハイデッカー、さらにマルティン・ルターの主義主義、 ジャンジャック・ルソーの一般医師、アンリドサンシモンの進歩イデオロギーなどを加えた。バルター・オイケン生誕100周年記念ギッテ・オイケンの研究の中心は、権力と不自由、そして貧困がどのようにつながっているのかという問題であった。この分析に基づいて、多大な可能性のある自由と、経済の合理的コントロール等を可能にする、経済秩序のための基本条件を決めることができた。 彼は国家の経済政策は経済秩序の形成に施行するべきであり、経済プロセスの操作に乗り出すべきではないと確信していた。このような考えのため、お意見はオルド自由主義の創設者であり、社会的市場経済のその一人であると見られている。1939年に出版された国民経済の基礎で、お意見は秩序の相互依存という仮説を打ち立てた。 それによると、市場経済を意見はよく、流通経済という概念を用いたは、自由主義的な法治国家を生み出し、それに対して、計画経済は、ナチスがドイツに導入し、ソ連やコメコンに加盟する東欧諸国でも実施されたものだが、このような経済は独裁性を生み出す。彼の死後1952年に、妻、エディト・オイケニア・デジークと、ジョシュ・カール・パウル・ヘンゼルが出版した。 経済政策の原則も重要である。お意見が考えた計画経済と市場経済における近代的な経済秩序の違いは教科書のスタンダードになっている。しかし、お井見にとってその違いは、しかし今日ではしばしば言われているような国家の経済に対する積極性にあるのではない。そうではなく、その違いは経済権力の分布にある。 多い県にとって計画経済とは中央が巨大な権力を有し、個々人の力を最大限奪うものであるのだが、これと対局に位置するのは自由法人主義的な自由市場経済ではない。計画経済の対局に位置するのはむしろ誰も他人を経済的に統制する権力を持たない状態での完全競争であった。この二つの局の間で、 別の新たな経済秩序がある。それは個々の権力集団が価格政策やロビー活動によって他の市場参加者の経済的自由に干渉することができる経済秩序である。自由法人主義経済はお井県の考察によれば自動的に権力集団たちによる経済統制をもたらす。だからお井県は王道年報の 第一巻の序文で次のように説明している。国家の活動が多いか少ないかこの問いは完全に過去のものになっている。重要なのは量の問題ではなく質の問題なのである。国家は経済プロセスをコントロールしようと試みてはならないし、経済を自由放任させてもならない。役中、市場の形式を国家が計画するのは良い。経済プロセスを計画。 統制するのはダメだ。形式とプロセスとの違いを確認し、扱うこと、それが本質的に大切なことである。そうした場合にのみ、小さなマイノリティではなく全ての市民が価格調整メカニズムを通じて、経済を統制できるという目標を達成することができる。このことが可能な唯一の経済秩序は、完全競争という秩序である。すべての市場参加者に、 マーケットのルールを変える可能性が受け入れられれば、この秩序は実現可能である。それゆえ国家は適切な法的枠組みによって市場形式、つまり経営が行われる上でのルールを設定しなければならないのである。ワルター・オイケン・カールゲオルクチンの見解によると、アルフレート・ミュラーアル・マックは社会福祉政策と国家の景気刺激策、構造政策に 老い県よりも極めて高い比重を置いた。老い県にとって社会福祉政策はせいぜい極端な苦境に対する最小措置として必要であるに過ぎず景気刺激策は全く無駄であり有害であるとすら考えていた。なぜなら市場経済は理念的には彼が秩序理論で考えていたように景気、不景気を循環することなどないだろうからである。このテーゼは オイケンの考えの論理的規決から生じた。それによると、市場のプロセスから内因性のものとして説明可能な景気循環は起こらないであろう。それゆえ、彼はすべての景気理論を不十分なものとして帰却した。バルター・オイケンは歴史学派の代表者たちに対して、あらゆる具体的な経済状況は一回限りの性質に属すると認めた。それにもかかわらず、 彼は可能な限り、一般的に打倒する法則性を経済領域において確認することを指示した。なぜなら、現実はいつでも経済的行為のいくつかの根本要素が一つにミックスされることで存在しているからであり、この混合において一回限りであるからである。新自由主義は社会問題をおろそかにしているという広く留付した偏見は、おい県にも該当しない。 多意見によれば、19世紀に工業化が導入され、社会福祉的な困難が生じていたとき、確かに自由な秩序という理念は、労働者に事実上自由をもたらさなかったという点で、抵抗にあった。しかしながら重要なのは、困窮は、労働市場における需要の独占によって生じたのであり、カール・マルクスが主張したように、工業化が進む中で労働者が、 生産手段の所有権を失ったからではない。19世紀半ば以来、労働者の状況が本質的に改善されたが、これは生産手段の所有権が労働者の元に戻ってきたからではなくて、機械化が進展したことで、労働の生産性が上昇したからであり、労働市場における需要の独占をさらに改善することができたからである。 社会福祉問題の改善は、私的所有権の廃止にあると考えてはならない。私有財産は確かに苦境を生み出しうるが、共有財産も問題を生み出す。集産主義は確かに失業を回避できるが、個人を不安定にするという重大な危険を引き起こすのであり、それに対して流通経済は人々に経済的安定性を保障する。多い県によれば、 社会福祉政策は必要である。しかしそれは市場を執行させるようなことであってはならない。むしろ社会福祉政策は秩序政策の中に存在する。つまり一面的な独占的権力を崩壊させ物質材を企業と家計、雇用者と非雇用者の間で調和の取れた形分配できるようによる競争である。お意見の考えでは経済政策は 高い雇用率を維持することへの責任が含まれている。失業、自己保険、健康保険、老齢年金のような社会保障が必要であるということには異論はない。しかし、競争政策以上に特別な社会福祉政策によって隙間を埋め、硬直を和らげる予防措置が必要であると彼は考えた。特に、労働市場憲法に対しては国家が動く。 必要性があるとお意見は見ていた。なぜなら、労働は商品ではないからであり、商品市場と労働市場には注意されるべき違いがある。労働者保護策は根気を除去するために必要である。国家の施策だけでなく、労働組合にも労働者の立場を改善するのに値する。独占的な状況にある組織であろうと、労働組合は、 企業の独占的な優位によって登場しなければ、ならない。コゼナー・コープス・リソン1930、82、181、エビルティシャン・チェリフト、ダイ・スティックスト・フバー・ソルグン・デアベルト、ハット・カール・ゲオル・クジン、ソジール・マーク・トワース・チャル・ファット・イデー、エンビク・レオン・ウント・ポリティック・デア・バンズ・ドイチェン、ワイル・ツェ・チャル・ハツ・アドト・ナイ・エス25から26、ベルン・ハルト・ KLP、 てイうツースプリルジビエテデアレイガシクト、旧コンジャンクターシリー、ハットベルンハルト k l b ワルターオイケンウントダイソジールフラガ、ハットゲルハルト D、クラインヒンス、ソジールストットリッチキットインデアコントセプションデア、ソジーイランマークトアースチャルファットイン、ジャバッチャーフュアナッシュナラコナミーウントスタタスティック、ティームンヘフトソジールストットドイッチュランド、ルーシャスウントルーシャス、 ISBN 978から38億2820万487、セーテ406、407ハットワルターオーイケン、グランゼツェデアワイルツェチャルファツパリットック、ローボルト、ラインベック1965、S183、ワルターオーイケン、グランゼツェデアワイルツェチャルファツパリットック、ローボルト、ラインベック1965、S185、ワルターオーイケン、 グランゼツェデアワイルツェチャルファツパリットックローボルトラインベック 1965S185 ありがとうございます。